華麗なる遺産、出演者の現在は、2009年の最高傑作ドラマ、当時韓国若手トップスターのイ・スンギさんとハン・ヒョジュさんほか、豪華メンバーの共演で最高視聴率 47.1% を叩き出した驚異のドラマです。贅沢三昧の中で育ったイ・スンギ演じるファンと、さまざまな悲劇に襲われながらも、家族の愛を信じ続けるハン・ヒョジュ演じるコ・ウンソン。この二人が偶然出会ったところから運命の歯車が大きく動き出す。二人を中心に遺産をめぐる様々な企みに巻き込まれながらも、運命を切り開いていく愛と感動の胸キュンラブストーリーとなっています。私も当時このドラマを見ている時に個人的な悩みがありましたが、物語がとっても優しく癒されたことを思い出しました。それでは早速出演者の皆様の当時と現在を比較してみましょう。エンタメポンポコリン始まるよ。ハン・イェウン、ソヌ・ジョン、ファンの妹役、当時23歳、生年月日1985年10月4日、現在37歳です。2002年から6年、ガールズグループシュガーのメンバーとして活躍。グループ解散後は学業に専念し、2008年ドラマオンウェアにて女優デビュー。現在の活動は2014年に放送された貴婦人でのチョン・ソッキョン役を最後に出演はないようですが、インスタグラムは頻繁に更新されています。ミン・ヨンウォン、イ・ヘリ・ウンソンの友人役、当時25歳、生年月日1984年1月5日生まれの現在39歳。2003年20歳でデビュー。花より団子で美女三重士のミスク役を演じ注目されました。18年の9月には実業家と結婚し、19年4月に第一子を出産しました。2018年リッチマンで科学技術情報通信部職員役を最後に出演はないようです。イ・スンヒョン、ピョ・ソンチョル、ファンの羊役、当時40歳、生年月日1968年2月17日生まれの現在54歳です。92年 SBS 公開採用第二期タレント、9年華麗なる遺産の羊役で知名度を上げ、数多くのドラマに出演します。新人時代は自動車整備士などで稼ぎながら活動していたそうです。ユ・ジーン、お四男ファンの母、当時53歳、生年月日1956年1月27日生まれ、現在67歳です。1973年に競争率2300倍の新人俳優オーディションを勝ち抜いたユ・ジーンは、映画「君のチャンソン」1974年で女優デビュー。奥様役や母親役などで多くのドラマに出演しています。2015年「魔女の城」から特にテレビ出演等はないようです。ヨン・ジュンソク、コウヌ、ドンウ、ハン・ヨンジェン、ウンソンの弟、自閉症、当時14歳、生年月日1995年12月15日生まれの現在27歳です。2005年にオーディションに合格し、映画「デュエリスト」でデビューを果たします。9年に華麗なる遺産でヒロインの自閉症の弟役を演じて注目されます。14年の願いを言ってみてで大人の演技に挑戦。エクソの DO と仲がいいです。20年5月に現役入隊し、21年11月に除隊しました。チョン・インテク、コ・ピョンジュン、ウンソンの父、当時57歳、生年月日1952年6月18日生まれの現在71歳です。76年公開採用タレント、中国の県で注目されます。頑張れクムスンや華麗なる遺産の娘思いの父親がとても印象的。最近のドラマでは黄金の仮面スヨンの亡き父役を演じています。パン・ヒョンジョン、チャン・スクチャ、ファンの祖母、ジンソン食品会長、当時66歳、
生年月日1942年11月27日生まれの現在80歳。御年80歳になりますが、現役バリバリ、どんな役でも必ずハマる、そして貫禄がある素敵な女優さんですよね。2022年に放送された魔女のゲームでは、華麗なる遺産で演じた孫思い、家族思い、そして会社のため自分の体に鞭を打ってでも頑張る姿とは180度違う演技力を見せつけてくれます。個人的に大好きな女優さんです。キム・ミスク、ペクソンヒ、ウンソンのママ母、スンミの母、当時50歳。生年月日1959年3月26日生まれの現在64歳です。79年に KBS 公開採用第6期タレントに選抜され、ドラマを中心に活躍。98年の妻の報復、華麗なる遺産では SBS 演技大賞の最優秀演技賞を受賞。強烈な母親役が多いですが、シティハンターでのイミンホ演じるユンソンの母親役は優しくて素敵でしたね。22年にはキム・ゴウン主演のシスターズの3姉妹の大叔役で出演しています。ペスビン、パクジュンセ、レストラン経営者、ウンソンに好意。当時33歳。生年月日1976年12月9日生まれの現在47歳です。2002年に中国映画で俳優デビューし、約3年間中国で活動。6年のチュモンで中性的な参謀役を演じて人気を得ます。9年の華麗なる遺産ではヒロインのウンソンを優しく見守るレストランオーナー役を好演しました。2021年レンボではロウ演じるチョンジウンの父親役を演じました。ムンチェウォン、ユスンミ、ウンソンの義理の姉妹、ファンが初恋の人、当時22歳。生年月日1986年11月13日生まれ、現在36歳です。2007年の青春ドラマ走れサバでデビュー。風の絵師で男尊のユンボク、ムングニョンを慕い続けるキーセン・チャンヒョン役を演じ、ムングミョンと共に SBS 演技大賞のベストカップル賞を受賞。その後ヒロイン・ハンヒョジュのライバル役として出演した華麗なる遺産、このドラマのユン・スンミ役で大ブレイク。最新作はペイバック、金と権力でイ・ソンギュン主演ドラマで、元検事で現法務官陸軍少佐パク・ジュンギョン役に扮しました。イ・スンギ、ソヌ・ファン、チンソン食品会長の孫、当時22歳。生年月日1987年1月13日生まれの現在36歳です。2004年僕の女だからで歌手デビュー。爆発的な年上彼女シンドロームを巻き起こし、歌謡祭では新人賞を総なめにしました。同時期にドラマノンストップ5で俳優デビューも果たす。2009年の初主演作華麗なる遺産により歌手俳優としての不動の地位を固めました。2022年最新作ルール通りに愛してに主演、ウェブ小説が原作です。そしてハンヒョジュ、コウンソン、チンソン食品の遺産相続人、当時22歳。生年月日1987年2月の22日生まれの現在36歳。2004年のノンストップ5で女優デビュー。6年春のワルツで主演を射止め、一躍脚光を浴びます。9年にこちらのヒロインを演じた華麗なる遺産で最高視聴率 47% を記録する大ヒット作品に導きます。時代劇ドラマトンイでも日本のファンを増やします。2021年のハピネスではパクヒョンシクと共演し話題に。華麗なる遺産が日本で初放送された時、私もすぐに見ましたが、本当に家族の絆を考えさせられるドラマでしたね。お金は人を変えると言いますが、こちらのドラマはいい意味でお金の尊さや家族の絆をいろいろな苦難を乗り越えながらも気づかせてもらう、そんなドラマになっていました。大切なものは一体何なのか。今一度私も華麗なる遺産を見たくなりました。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。